はい、皆さんこんにちは、ルッキーでございます。今日はですね、タグゲームというのをですね、回していただきましたので、それをやっていきたいと思います。今回ですね、やっていくのが使っているカメラは何ですかということでですね、自分の使っているカメラをちょっと紹介していこうということになります。で、そうですね、僕の場合いくつかっつってもそんなないんですけど、カメラ使い分けてるというかね、使ってますので、ちょっとランキング方式でご説明していきたいと思います。ではやってみましょう。はい、まずはカメラの種類ですね、1個ずつ見ていきたいと思うんですが、まあランキング方式ということでね、一番使ってる順から紹介したいと思います。まずはこいつです。ここにちょっと映ってますね、もうね、はい、こいつでございます。 iPhone5S32GB、 こいつでやってますね。今ちょっとはめちゃってますけど、ちょっとケースね、IC カードが入るケースを使ってまして、ここにスイカじゃないんですけど、パスモなんですけどね、パスモ入ってるんで、こいつ1個持ち出せばいろいろね、便利に移動ができるというふうにしております。はい、次がですね、EOS KISS X50、 こいつでございます。完全な一眼レフでございます。まあ、安いんですけどね、一眼レフの中ではキャノンの一番下のくらいのものになります。はい、で、こいつの場合ちょっとレンズも込みでっていう形でね、今回ランキングしたいと思うんですが、レンズはシグマっていうところの 17mm50mmF2.8 っていう、まあまあ使いやすいレンズでございます。はい、次は使用度の、第3位ということで、まあこの3つしか使ってないですけどね、ここにあります。はい、こいつです。ビクターさんのエブリオっていうシリーズですね。型番が GZE345 の V でございます。これも結構古いカメラですね。こういった感じですね、バッテリーがついてて、まあ普通の要はホームビデオでございます。でこうやって持って、ここが開くと、これこうなりますんで、こうやって自撮りができるってことですね。続いてお値段ということで、まずその第1位の iPhone5S32GB の方からご紹介します。今現在 Apple のサイトで調べてみましたところ、 78,600 円からとなってますね。で、 iPhone6 がもう8万ちょっとなので、まあ今更これ買う人はあんまりいないかなと思うんですけど、まあ大きさがねちょうどいい感じなので、 iPhone6 ちょっと大きいんでね、どうかなっていう人も、こちらの方もまだまだ販売しておるようなので、見てみてはいかがでしょうか。さあ、お値段の第2位はこいつでございます。 EOS KISS X50、 まあ先ほども言ったようにですね、レンズと本体と別になりますので、本体の方はですね、もうこの次の機種が出てしまってますので、今はもう在庫分しかないのかなというところでございますが、中古で売ってまして、ボディだけだと見てみると23,000円だそうです。で、レンズの方がちょっと高いです。レンズの方、今現在の値段は 34,000円となります。合わせてこのセット 57,000円となります。はい、で、この次ですね、エブリオの、お値段なんですが、こいつが一番安い第3位となります。お値段、現在のお値段 25,198円、 Amazon 調べでございます。買った当初は3万ぐらいしてたと思うんですけども、まあ、今現在2万5千となっているということで、まあ、3万だったとしてもやはり3位になりますね。手軽に撮る分にはね、結構いいカメラだとは思うんですけどね。はい、はい、次はカメラの特徴ということで、1位の iPhone さんからいきますが、 iPhone はやっぱりですね、手軽さですよね。もうスッと出してスッってやって撮れるとなっております。非常に楽ちんです。なのでちょっと今日撮りたいなって思った時にがっつりやりまくると、こいつの場合先ほどのこいつここにセットして三脚をこうして立てて、これでも撮れますから、この手軽さはすごいですね。やっぱり外で使う時もこいつはこうやってずっと撮ってられますから、で画質もそこそこいいので、やっぱりね、手軽さっていうのがね、一番の特徴かなと思います。はい、はい、次は今撮ってる EOS KISS X50 の特徴でございますが、やっぱりですね、一眼レフ独特の古
雰囲気ですよね。今も撮ってますが、後ろの背景がボケてる、ここね、先ほどの iPhone ありますが、 iPhone ね、こう持ってくると手前もボケるんですよね。で今僕にだけピントが合ってると思うんですけど、こういう状態になります。これ何がいいかって物撮りですよね。結構こういう撮り方もできます。はい、今これで iPhone にね、ぴったりぴったりってると思うんですが、もうこの辺はボケボケですよね。本当に紹介したいものだけがこう綺麗に映るというふうなことができるということですね。あとはね、先ほどもご覧いただいた通り、こういった感じ、もうこの撮ってる感ですよね。撮影してるぜっていうね。でこちら行くと MacBook がありまして、まあ、ちょっとね、いろいろ書いてあるんですけど、こういうふうにここに物を置いてね、撮影とかもできるという、撮ってる感は半端ないですね。はい、はい、最後にこの、ビクターのエブリオの特徴でございますけども、やっぱり手軽さもそうなんですよね。でただ画質の方もですね、結構いいのと、あとオートフォーカスも早いだとか、ズームがすごいだとか、ちょうどですね、この1個目2個目の iPhone と EOS キースの間というような感じの子でございます。結構そんなに重くないので持ち運びにも全然大丈夫ですね、これ。はい、でこいつは開けばすぐ電源が入ります、ね、でもすぐ取れる状態になりますので非常に楽ちん。閉じれば電源切れます。で一応レンズシャッターの、スイッチがここについてますので、これカチンとやればレンズ開きます。カチンとやればレンズ閉じますという風にして、ね、手軽に撮れますね。で結構オート機能があるので自動的にというような感じでございます。ということで、カメラの方ね、紹介していきました。僕はこの3台を使って YouTube の動画を撮っております。まあこいつはあんま使ってないですけどね、はい、ちょっと使いどころが難しいカメラです。ちょっとね、もうちょっとなんかいろいろ調べてね、使っていきたいと思いますが、やっぱり一番はこいつですね、 iPhoneものすごい手軽でそこそこの画質で撮れていい感じだと思いますね。でカメラの話はここまでで、もう一つタグゲームにはタイトルがございまして、こちらです。好きな YouTuber さんは誰ですかというのがついてますので、これもお答えしたいと思います。僕のね、動画を見てくださってる方とか僕とお話ししたことがある方っていうのはね、もう皆さんご存知の通り、第1位は瀬戸康史さんでございます。やっぱりね、始めたきっかけが瀬戸康史さんですよ。でカメラはね、今 X50 っていうのを紹介いたしましたけども、 EOS70D っていうね、ちょっと動画向きのねカメラが出たんですよ。欲しくて欲しくて欲しくて、いろいろ調べていくうちに動画で調べてみようと思って見た時に、あの瀬戸康史さんの 70D の紹介動画見つけちゃったんですよ。その面白さでね、惹かれてしまいまして、もうこんな風なことができるんだというのね、感動しました。そろそろ 70D 欲しいなと思うんですけどね、無理だ。はい、ということで、次第2位ですね。まあランク付けしたくはないんですけど、第2位は ABTV ネットワーク荻野さんでございます。この方は CG アニメーションっていうのを主に使ってですね、面白い動画をたくさん作ってらっしゃいまして、でその CG もやっぱ素人目から見るとね、やっぱすごいんですけども、何よりもその話の中身もですね、すごく凝っていて面白いんですよ。皆さんもね、ぜひね、一回ちょっと見てみてください。すごい完成度がすごいんですよ。やっぱ瀬戸康史さんはなんかこう YouTube に特化してる YouTube って感じのものなんですけども、 ABTV ネットワーク荻野さんはですね、もう完成された正統派動画制作っていうところにね、来るかと思いますんでね、どちらも僕にとってはもう本当にものすごく参考にさせていただいてるチャンネルでございます。最後第3位はですね、有名どころをちょっと抜かしまして、今若手 YouTuber の中でですね、僕が気になっているというか結構好きだなと思っている方を紹介したいと思います。こちらです、シンジーさん、ものすごくいい方でですね、本当にただ自分の考えをしっかり持っていて、動画をね毎日アップされております。 YouTube の動画に対するね信念というか、そういうのにはね本当に敬意を払いたいと思っております。ということで、今回タグをいただきましたハスさん、ありがとうございます。でタグゲームということなので、次に回さないといけないわけなんですけども、正直ね、僕友達いませんので、やりたい方がいたらコメント欄にぜひ書いて、どんどん作ってみてください。できればねコメント欄に書いていただけると
ありがたいと思います。で、気づきましたら説明欄にねちゃんとリンク飛ばすような形でつけていきたいと思います。あ、もちろん今日いただいたアッサンのリンク下に貼っておきます。で、その他紹介させていただいた YouTuber さんのリンクも貼っておきます。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。